余ってるのはこの二人だよ。所用無常。エロじゃないよ、スケベだよ。俺の会社。じゃあ私のジョーさんも入れて3人でどれを取るかじゃんけんで決めましょう。お前、あれだけジョーがお気に入りだったのに。じゃんけん、ほい。先に参照した人が勝ちですよね。おい、ダメだぞこの部長。じゃんけん、ほい。やったわ。もうすぐガインジーは私のものね。俺のガインジーだ、ほい。ってなんだそれは。ゲーム制作部内ルールでタイムです。これで2分間休むことができます。タイムしてどうすんだよ。威嚇レベル1、白鳥の威嚇。バカが、そんな威嚇で俺がどうにかなるか。直接攻撃じゃねえか。はい。そんな、もうタイムを自分たちのものにしたというのですか。ま、ものにするのは楽だったな。あ、タイム、俺に対してかよ。好きな食べ物は、趣味は、休みの日は何してるの。なんでんなこと聞くんだよ。俺の情報はそんなに安くねえ。もうもう、お二人とも、このままでは拉致が明けませんよ。いや、多分すぐお前の負けで肩がつくぞ。いいでしょう、次の1回で勝負をつけてあげます。今度はなんだ。部内ルール、次回に持ち越しです。というわけで、今日はもう遅いのでこの辺で。この部長汚ねえ。